されていて、明らかに放置された自動車を発見した投稿者が動画を投稿しています。理由は定かではないが、日本では古い自動車は維持費が高くなるから誰も欲しがらない。これからリサイクルされるのかも。とにかく、海外だったら盗まれるのに、手つかずのまま置かれてるのがすごいよね、と語っています。